年長らくお待たせいたしました。ただいまのお時間からは若手監督トークショーをお届けしてまいりたいと思います。さあ、それではですね、広報が通路になっております。よろしければちょっとね、お連れ、お聞きいただきましてね、ご協力いただきながらご観覧いただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ご紹介したいと思います。ジェームス PMU セルモインキング立川英二監督。さあ、続きましてウォーモスの子チームジャパン加藤勝成監督です。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。今井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、片岡監督、よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。さあ、なんとか雨上がりましたね。そうですね、上がりましたね。どうなることかと思いましたけど、ただ上がったら上がったで大変なんですけどね。あら、そうなんですか。このままいくと、ドライで予選になるのはいいんですけど。そうですよね、走ってないですからね、ドライ。誰もやっぱり本番、ウエットではセッティングとかいろいろやってますけど、ドライはもうほぼ何も分かってないんで、何の予想もつかないですよ。何の予想もつかない。それは基本どのチームもね、初めて今週ドライを走るっていう、そうですね、ところでは条件は一緒なんですが、はいはい、ただうちの7号車のですね、はい、トム・ディルマンは、はい、まだ富士のドライを一度も走ったことがないですから、なので厳しい。だからもうまさにぶっつけ本番、うん、ぶっつけ本番ですね、はい、なので、誰よりも不利だと思います。そうか、ね、ですよね。まあ、なんか今本当にさっきね、国本裕司選手来てくれていて、まあ、やはりその今のスーパーフォーミュラっていうのは非常にデータが大事になってくる中で、まあ、ドライバーとしては嫌な感じの天気になっちゃいましたっていうのをおっしゃってましたけど、やっぱそうなんですよね。まあ、でもやってみないと分かんないですよ。走り出したら調子いいかもしれないし、まあ、それはどのチームも分からないんで、はいはい、まあまあ、まあ、ただね、ドライバー心理からすると、はい、まあ、要は何秒が速いかも分からないから、うんうんうん、ああそうか。だから結構自分なりには結構いい感じで走れたと思って帰ってきたのに、はい、サインボードで P10 とか出ると結構こうショックというか心が折れる。あれ結構今もう出し切ったけどなみたいな。なるほどね、なるほどね。まあ、その、まあ、9は面白いと思いますよ。だから見てて、なるほど、はい、チームはもう相当ドタバタ、多分9はね、そうですね、まあ、今週ドライ走ってないから、はい、ミディアム、まあ、9はミディアムタイヤ使うんですけど、はい、2セットみんな行くんで、多分もう2発アタック、もうとりあえず1セット目でアタックして、はい、で、まあ、まずそれで OK っていうドライバーいないと思うんで、うんうんうん、まあ、そこからその2セット目履くまでに、はい、この短い時間の中で考えてセットアップして、はいはいはい、でドタバタ車チェンジしながら、うんうん、もう残り時間見て、うん、タイヤつけて出てかなきゃ間に合わねえぞみたいなっていう、かなり戦場と勝つと思います。戦場とね、はい、心理的にもね、でもあった焦って走ってる時ってこう時間経過が早いから、もうピットも大変ですよね。そうで、メカもだんだん口調が荒くなってくるからね。そうそう。まあでもほら、ここのところというか、まあ、今年特にその予選が荒れる、まあ決勝も荒れるんですけど、全体的に荒れ傾向じゃないですか。でそんな中でその2セット履いて出なきゃいけないっていうプレッシャーたるやすごいですよね。だってもううまくタイミング測んないと、それこそタイム出せなかったりするじゃないですか。台数もね、Q1 はいっぱいいるから、はい、だからすごくその位置取りと、であとはその時間ないし、まあ車もセットアップしなくちゃいけないからといって、ドライバーもこう焦ると冷静な判断できないし、冷静なアタックもできないから、やっぱ難しいですよ。いや、なんか前線もね、その落ち着いて考えたらきっと回避できたことみたいなことが割と複数その立て続けに起こって、まあ、出すべきタイムが出なかったりとか、トラブルが起こってしまったりとかしたと思うんですよね。まあ、ただ富士は、うん、比較的一周の距離がまだあるので、はい、そうですね、うん、まあ、そのクリアラップの確保は、うんうん、まあ、前回のスゴに比べれば、まあ比べればまあいいんですが、うん、まあ、やはりただ同じタイミングでほぼ全員出てくるんで、そうですね、うん、で先頭で出てけた車と一番ケツで出た車だと、実際にそこですでにもう十何秒、はい、20秒近い差があるのに、はい、さらにクリアを取るために減速していくと、まあ、なんだかんだ1分近いギャップになって、うんうん、はい、でこの最後ギャップがもう一周いける組と、いけない組とか、そうですね、うん、あとは絶対スピンするやつがいるんで絶対ですね、本当ここのとこ絶対ですよね。だし、まあみんなね、一緒のタイミングで出て一緒の周回数でアタックすれば、はい、もちろんそれは
一番、うん、あれなんですけど、うん、みんなバラバラなんでね、うん、あの出てくタイミング、特に2セット目とかになると、はい、出てくタイミングもちょっとずれたり、うん、あとは2周目にアタックスがゆっくり温めて3周目とか、うん、結構そのドライバーとかねチームによって違うんで、うんうん、それが混ぜてると自分アタックしたいんだけど前がこうまだゆっくり走ってたりすると、うん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 、そのうまくいけないし、で、うん、そういうのを気にして自分のリズムで意外とタイヤって温められないと、うん、なんか意外と思ったパフォーマンスが出なかったりとかね、すごい難しいんですよ、うん、そう結構だからせっかく温めてきて、はい、このまま本当アタックにいければ、まあ、いわゆる理想的なタイヤの温度でいけるのに、うん、最後セクター3で調整するために、まあ、十何秒、はいはい、止まるようなスピードで、はい、こうゆっくり転がすことで、はい、表面の温度がまたパーンと下がっちゃうんで、はいはいはい、でそうするとアタックに行って1コーナーでブレーキがロックしたとか、まあなかったとか、でまあそのねコンマ1秒2秒のあっていうのが順位にものすごい影響するんで、またこの近年のこの僅差ってね、もうねそろそろあの、まあ、これうちだけに限らずですね、はい、大概どのドライバーも、うん、いやいいアタックできたっていう人少ないんですよ。あいつに引っかかっただの、あのなんだかんだでも文句して言ってないから。たまには誰も文句言わない予選が見たい。同じチームでもある時ありますから。あそうですよね。そうですよね。結構ある。そりゃそうですよね。どいてくんなかったとか邪魔だったみたいな。そう言われてもなみたいな。もう一人一台ずつあのラリーみたいにね、もうあの TC 超えていけばいいのにと思うぐらいですよね。でもスーパータック風な感じで、そうそうそう、まあ、ただあのそれ出走順でやはり有利不利出ちゃうから、うん、まあ、そこはもうランキング順でね。そうか、まあ、でもどういう方法をとってもドライバーは文句言うってことですか。まあ、不公平はあるけど、ルールがある程度ね決まってれば、うん、まあたまらしたいと。たまらしたいと。ただ基本的に文句は言います。文句は言います。まあ、それはまあしょうがないんだ。大体素直にね、ごめん失敗しちゃったってやついないから、もう必ず誰かのせいにするから。誰かが何かのせいにね。そうそう、うん、あれが悪い、これが悪い。まあ、俺が悪いとはでも言えないですよね。ポルポジション取ったやつだけだね。まあ、確かにね。俺の走り最高って言えるのね。いやでもまあまあ本当にいろんな要因がね、関わってのレースですから、その自分の体一個で走るわけじゃないからね。でそれこそ複合部品だから、もう例えばタイヤ、例えばそのステアリング、例えばそのエンジニアのなんかメカニカルなミスがあったりとか、まあいろいろありますけど、まあその中でもうベストを尽くしてくださいって応援するしかないんですよね、こっちは。でまあその中で今日みたいなあのコンディションで迎える Q1 っていうのはもう本当にドタバタするんで、はい、まあ、いろんなことが起きそうなんで、見てる方は楽しいと思いますよ。わかりました。じゃあ誰がどういう文句を言うのかちょっと楽しみにしましょう。まずはこうでもあのグランドスタンドから見てると、はいはい、多分そのピットボックスの中のガチャガチャ具合がこう俯瞰的に見れるはずなんで、意外とじゃあグランドスタンドで見るっていうのは今日はいい観戦ポイントかもしれない。慌てっぷり見られるのはちょっと恥ずかしいですからね。いやそこを 見たいですよ、むしろ。だからすごくこう多分理想的なのは1セット目行って、はい、いやいい、まあ、問題ないよと、はいはい、もう微調整だけで2セット目をつけて、はい、うんうん、アタックに行くタイミングをね、こう静かに待ってるチームがいるとしたら、はい、かなり自信ありだと思いますね。ほう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 。でもそれもね、そのちょっとまあ不運でしたけど、前回の関口選手みたいなこともあるわけじゃないですか、はい、あのしっとり待っていたらまさかのタイム抹消みたいなことになってしまったりすることも、まあレアケースですけどなくはない。やっぱり特にこういうコンディションだと最初はコンディション悪いんです、はい、多分最後の方が後になるやつでどんどんいいんで、うんうんうん、まあ、Q1 に20分でしたっけ、うん、ある中の本当に一番最後がいいんで、はい、例えば1セット目はまあそこそこ早く行くんですけど、うん、間でセットアップしなくちゃいけない時間もあるんで、はい、一発行ってその後はセットアップするなり、まあ車問題なければしないなりして、最後は多分ギリギリこうアタック行けるタイミングでみんな待つじゃないですか、はいはいはい、でやっぱ最後のコンディションがいいんで、うんうん、でも最後の最後まで待つと、それはそれで誰かがもう一発スピンしたら、うん、木股出たらもうそこはね減速しなくちゃいけないんで、アタックもししてタイムしても抹消になるんで、うんうん、そういうリスクもあってすごく難しいんですよね、うん、ただやっぱりタイム出すにはやっぱ最後に行かないとっていう、とにかくもう理想は残り5秒ぐらいでコントロールライン通過して、はいはいはい、アタックできるのがもう一番コンディションがいいんで、はい、うん、もう一番最後ですからね、うん、いろんなラバーも乗っかって、ね、うん、だけどまあ最近見てると本当にイエローが出てしまったりするので、うん、まあ、ちょっと早めに行っておきたい、うん、で今度はそのちょっと早めに赤旗が出たりすると、
あの残り3分30秒の再開、まあ、要はみんなが1周計測できますよっていう時間で再開するんですけど、これもただ温めただけで赤旗が出ちゃった人と、もう最終コーナーまで全開に来てて赤旗が出ちゃった人ではもう全然タイヤのコンディションが変わっちゃうんで、とにかくすごいシビアで運も必要ですよね。まあ、特にまあ前線その第3戦だった須郷はね、またそのサーキット の, その全長の距離が短いっていうのもあってかなりトリッキーですよね。やっぱり、まあ、19台がね等間隔で並ぶとほぼつながっちゃうみたいな、うん、まあでも富士はね割とその辺は取りやすいんで感覚も、うん、まあ大丈夫だとは思うんだけど、うん、本当にその後出てくるタイミングですね。そうですよね。でもタイミング、あの予選の出てくるタイミングがね一番チームとしては気を使うんです。このドライバーもこう先に行きたいか後に行きたいか、うんうんうん、こう見てて先とか言われるともうずっとあの後ろのピットの出てくる車見てて、うん、エンジン音がブンって聞こえたら、うん、こっちも急いでかけて行けと、うん、だから結構あのピットボックスの位置がやはり重要で、はい、そうですね、やはり去年のランキングで1コーナー側からこう並んでるんですよ、はい、なので一番有利な場所にいるわけですよ。そうですね、うん、周りが例えば先に出たかと周りが 出ようとしたら合わせられるんでエンジンを聞いて、うん、たまにエンジンかけてまた止めるやついてうちじゃあの何回かやろうかなかけたり切ったりそのつとうちも一緒にかけたりその辺の心理戦でねエンジンブローとかしないでくださいねそれで負担かけてあのさ開始直後なんかさっきのセッションもそうですけど、うん、3分前からあの出口に並べるんですね、はいはい、それもあのきっちりもうこっちであの計算してて、はい、出遅れないようにしないとっていう、うん、あれもあるし、いやでもね、まあ、予選になるとまあ最後待たないあの並べはしないんですけど、うんうんうん、ただもう位置取りですよね。そう本当でもねその3分前からファストレーンに並べるっていうところが、かなり肝で、うん、そこが特にプラクティスだと、はい、やはり最初に出れるとパンといけるんで、うんうんうん、いいんですけどそれでその出すタイミングを5秒ちょっと見失うと、うん、他に車が来ちゃうと出れなくなっちゃう、うん、だから普通の針時計だと、うん、時間が微妙に分かりづらいから、うん、もう電波時計のねデジタルを用意しておかないと、うんうん、でっかいやつね。しかもねあの秒針がでっかいやつね。本当にちゃんと全部もう秒でカウントダウンできないと。そうか、そこでももうその秒単位の戦いがもう生まれてるわけですよね。確かに後ろからどんどん来ちゃったらもう一番最後につかなきゃいけなくなっちゃいますもんね。途中から入れない、うん、そうするともうクリアもう絶望的ですもんね。もうクリアを取るためにかなり待たなきゃいけないんで、うん、もうそれだけでね全然時間を損しちゃうから、うん、その待ってクリア取るためにすごい後に出てくる車がいるんですけど、それもねうちらとしてやっぱり、まあ、先頭でやっぱ場所的に出てくるんですけど、うん、でこうクリアだぞと思ってるとやっぱ間開けてあげてなんかすごい遅いタイミングで出てった車がうちらの前ぐらいにピッと出てきて、その距離が短いから横でエンジニアがふざけんなよとかなんか言ってそこもちょっと口調が荒くなっちゃうわけですねまあまあでも本当シビアなね戦いなんで、まあ、どこもしょうがないとはいえね、まあ、そうです、はい、うん、いやでもなんか素人目に見てるともうグリーン着いた瞬間にその予選スタートした瞬間にもう一番最初に出ちゃえばいいのにと思うんですけど、それもやっぱラバーでその何秒か変わっちゃうんですね。あとはそのあまり前に車がいるとダウンホースもね、はい、安定しないんで、はい、車のバランスも崩れちゃうし、はい、うん、あとだから自分だけさっき言ったように先に出ると、うん、その自分がアタック入りたい時に後から出てきた車バンバン出てると、うん、アタックできないわけですよ。まだウォームアップしてる車がいっぱいいるんで、はい、だから自分だけ先出すぎちゃってもダメなんですよ。でみんなと同じぐらい、そうか、そうか、みんな同じぐらいの先頭みたいなみんなが同じようにこう加速していく時にだと比較的全員同じ速度で出てるからクリアになりやすいと。そうだって自分がもうタイヤ温まってそのアタックっていう時にピットからバンバン車出ていったら最悪じゃないですか、うん、そういやでもなんかねそのサーキットによっては一周行ってもまだあるじゃんみたいな時もでもあれもでもタイミングですもんね。たまたまそういう時間が後で見たらつけてるっていう、まあ、ただドライバー心理としてはもうすごいバッチリ温めて、はい、最終コーナーから加速してきた時にピットの出口からもう5台ぐらい出てきてると、うん、もう萎えるよね萎えるんだで結構、ね、いっぱいいるわってなるんだ。一応譲ってはくれてても、うんうん、いや微妙に気になるところにいたりして
やっぱね、こうちょっとうまく気持ちアタックにはならないんですよね。そうなんですね。これ長年の私の疑問が解けました。なんで最初に出ないんだろう。その分かるんですよ、分かるんですけど、その気持ちっていうのはあるかもしれないですね。今ちょっと腑に落ちました。まあ、だからその見てるとね、単純にただタイムを競って Q1 をね、通る通らないっていうところなんですけど、まあ、その中にもたくさんの駆け引きというか、まあ、ドラマがあって、で、まあ、結局 Q1 を通った落ちたっていう中にも、本当に 100% の力を出し切れて落ちる場合もあれば、本当に出し切れずに終わっちゃう時もあったり、すごくね、19台っていう台数が、まあ、少ないようでやはり多いんですよね。多いですね。そうやって見て、ね、アンバサダーに聞いてみる。アンバサダーね。アンバサダー、じゃあ後で来てる、後でここ来る。はい、あと15分後にこうトークショーした。アンバサダー昨日もうメーカー問わずなんかいろいろ回ってたんで、くるくるしてたらしいです。情報を持ってると思いますから。わかりました。うちなんかミーティングに参加してますから。ちょっと後で振ってみたいと思います。昨日僕も座ろうと思ったらモニターのところに座ってましたからね。あれ監督だっけ。あれ今日 GT ちゃんありませんよみたいな、ね。さすがにどけとは言えなかったですね。ちょっとね、アンバサダーいろいろ聞いてみたいと思います、はい、さあ本当にでもね、今回注目なのは、私個人的にはトム・ディルマン選手非常に注目してます。そうですね、初ドライ走行になりますが、初ドライ走行です、はい、ですし、まあ、前回ですよ、あのコンディションの中で、まあまあ、今後もいろいろありましたけれども、すごいタイムで終わってますもんね。順位も良さそうですね。最終的には4位まで行って、まあ、やはりその才能のある選手だなということは、はい、前回確認が取れて、はい、で、まあ、今回なので本当は順当なその、まあ、フリープラクティスからの QF を迎えたかったんですが、はい、まあ、ちょっとだからあとは野生的な、ね、力にそこは頼るしかないかなと思いますし、はい、まあ、大島選手は昨日からまあいい感じで走れてきてるので、まあ、ドライでもその好調さを維持できればいいかなとは思ってますね。そうですよね、まあ、ぜひもう今ここをね、そろそろ大島選手見たい、ね、見たい、はい、大島選手らしい走りがやっぱ見たいですからね。ですね、まあ、うん、まあ、なんかきっかけがあればね、いけると思ってるので、うんうんうん、はい、でそれがまあ今週昨日からの流れだとチャンスかなと思っていますので、はい、まあ、まず Q1 をうまく引っかからずに ね、うん、そうですね、ちゃんとアタックしてもらいたいなと思います、うん、そしてやはりセルも2人とも、はい、なんかあの国本選手さっきすごいいい感じなんですよ。本当ですか、はい、そうですか、うん、悪くなかったです。ここまでの流れもね、その裏ではそうでもなかったですけど、あれ言っただけかな。もうなんだったらもうなんか俺もう全然いけちゃうかもぐらいの感じにしてましたよ。向こうではそんなでもない。いや、でも昨日と今日の朝はウェットですからね、はいはい、このままいけばその状況はまるで違うんで、まあその辺はだから昨日今日の結果ってよりは前回の富士とかね、そうですね、その辺のデータとかあれが生きてくると思うんで、まあ、その辺は自信あるのかもしれないですけどね。でもうちとしてもそろそろ今シーズン勝ちたいなと。そうですね、そうですね、このまま他にね、うん、ダメーカーのあれに勝ち続けられるのはわけにはいかないんで、ちょっとここらで行っときたいですよね、はい、ぜひね、こちらもそのためには予選がフォーミュラー特に大事なんで、いや本当ですね、もう本当ぜひ頑張っていただきたいなと思います。予選で言えばね、今日前回もね、国本選手速さ見せてくれてましたが、ちょっと期待したいと思います。はい、もう早く終われと。もうね、 あっちからもう早く写真撮らせろってい う、うん、そうアピールがすごいんで。そうなんですよ、なんか意外と時間ありそうだけど、このままダメなんだ、ダメだ、そうです、アンバサダーの時間、アンバサダーくらい、アンバサダーもう一緒に上がっちゃえばいいのにね。さあ、それではですね、監督お二人椅子の上にマイクを置いていただきまして、前方からですね、撮影の方にお進みください。それから今お座りの方で写真写ってもいいよという方、ぜひお立ち上がりいただきまして、180度くるっと後ろ山の画法を